こんにちは、タカラトクタです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今回もですね、仮想通貨XRP についての動画を撮っていきたいと思うんですけれども、XRapid を使ってですね、日本にね、送金事件を表明したんですけれどね、そちらがですね、マーキュリー FX、ですね。はい、ちなみに、まあ、XRP、この XRapid を採用しているわけなんですけれども、まあ、その現状と動向にね、今後注目、していきたいなというところでもありますので、まあ、そういった情報をね、シェアしていきたいと思っております。まあ、概要としてはですね、イギリスのね、マーキュリー FX という会社はですね、イギリスの国際送金サービス会社になります。でそちらのですね、創業者兼 CEO でもあります、アラステア、コンスタンスさんがですね、言及しているんですね。その内容としては、数ヶ月以内にリップル社の決済サービスですね、 XRapid を使って、日本向けにね、まあ、クロスボーダー、いわゆる国際送金ですね、その実験をしたいということですね。日本にまあ、送金する実験を、ね、行うということですね。まあ、そのコインベースの、ね、上場についで、XRP の、ね、普及に、まあ、貢献できるのかというところでも、ね、注目していきたいんですけれども、一つ前の、ね、動画で速報で出したんですが、まあ、そのコインベースに XRP、コインベースプロですね、上場したんですけれども、まあ、その中でちょっとこのコインベースの、ね、基準にね、引っかかってないかということで、まあ、上場廃止もあるかもしれないぞという、まあ、飛ばし記事的なものを、ね、紹介したんですけどね、やっと、日本語の方でもコインテレグラフさんので、ね、記事になってるっぽかったんですが、まあこの辺りはですね、すごく、何でしょう、いろいろな、ね、力関係が、明確にするわけですので、まあ、正直コインベースはね、すごくアメリカの厳しい基準に従って営業している取引所になりますので、まあ、そこが、ね、XRP を上場させて、まあ、そのルールというのもいろいろあるようなんですけれども、まあ、これはちょっと しばらく、ね、様子を見てみないといけないなという、僕らが個人の、ね、レベルで同行できる問題ではありませんからね、しばらく見ていきたいと思い、様子を、ね、見ていきたいと思います。まあ、それよりはまず XRP ですね、XRapid の普及に向けての、ね、情報をシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ちょっと前の動画でもお送りしたんですけれどもね、マーキュリー FX の CEO とリップル社のね、確か広報担当の方とね、会議というか、インタビューで話してたんですけどね、ラグビーワールドハイまでのね、日本進出っていうのは、まあ、ちょっとジョークなんだよということで、言ってたんですけれども、まあ、本題はですね、日本向けの決済サービスをこのマーキュリー FX がね、開始したいんだという、ことをこのコンスタンス CEO がね、インタビューで話しているんですけれども、XRapid を使ってですね、日本向けに決済サービスを、ね、開始する可能性について、まあ、検討しているということなんですね。まあ、そのコメントを抜粋すると、我々は日本市場がですね、国際送金の、ね、トライアルをするのに完璧な場所だと考えるということ考えているそうですね。そしてリップル社と積極的に連携して、日本向けの、ね、送金を今後数ヶ月で実現しようと考えているということでね、コメントして、おります。まあ、確かにね、日本市場、仮想通貨だけじゃなく、まあ、為替相場でもね、円はかなり信頼が、ね、高い、通貨となっておりますけれども、ポイントとしてまとめたんですけれども、マーキュリー FX はですね、現在他の経路の、ね、テストを行っているものの、日本向けのテストをすぐに始めたいというふうに考えているようですね。日本向けのテストで、まあ、提携する企業名などは詳細、ね、明らかになっていないんですが、準備は、ね、着実に進められているんじゃないかなというふうに僕は、ね、個人的に考えております。そして日本の送金マーケットはですね、世界的に見てもやっぱ規模が大きいわけなんですね。そして海外からの送金時間がね、もう約31時間短縮されるだろうとね、見られていますので、その点もまあ注目されますよね。そして法定通貨の取引に関しても、やっぱこの XRP、XRapid を活用するメリットが企業やね、金融機関にあるというふうに考えられているのではないかということですね。まあ、送金時間は日本、アメリカとかそういったところは世界の、ね、裏側に、日本の裏側にありますので、そこからの送金時間が、ね、31時間も短縮される。そして、送金手数料というのも非常に、ね、安くなるというのは、どう考えてもメリットしかありませんからね。そういったところ、マーキュリー FX も本当にそういった市場の、ね、
部分を見てしっかりとこう取り組んでいるような感じがしますのでね、ちょっと期待したいなと思っております。さあそれではですね、注目するべきね、マーキュリー FX の現状とね動向をちょっとまとめてみたので紹介したいと思います。マーキュリー FX はですね、認可を受けたノンバンク電子金融事業としてイギリスで11年ですね、そして香港の方にも支社があるんですけど、そこで7年、そして南アフリカでなんと3年営業しているということでね、南アフリカは今回3年やっているというのを初めて知りましたね。そしてクライアントに対してできるだけ早くて安い送金サービスを提供するために、かなり早い段階からねブロックチェーン技術に注目していたということで、はい、かなり先見の目を持ってね取り組んでいるなというイメージありますね。そして上記のね技術を、いわゆるブロックチェーン技術を一番うまく活用していたのがリップル社だったため、接点を持ってXラピッドを積極的に、ね、こうリップル社の方から、ね、こう進められたそうなんですけれども、それを実践して正解だったなということで、マーキュリー FX の方から の発表はありましたけれども、実際ね、CEO も話していた通りですね、X ラピッドに接してみて一目惚れだったというふうに、ね、言っているため、ね、かなり力が入っているなというふうに、感じますね。そしてすでにイギリスとメキシコ間の送金テストも完了して、おりますよね。これは多分皆さんご存知だと思います。そして正式サービスとして、提供しているんですけれども、 SWIFT よりも早くて、ね、安い送金が実際に実現できているということですね。そして X ラピッドについてね、クライアントに送金メカニズムの、ね、裏側ですとか、新しい、ね、プロセスやり方を、ね、こう指示する必要が、なく、早く安い送金が実現できる点など簡単で、ね、ユーザビリティが、ね、高いということで、もう本当ここは XRP、取引している方であれば、もうメカニズムなり、その送金の方法とかすごくシンプルで、分かりやすいですよね。その点もすごく評価に値するんじゃないかなと思います。そして海外送金や、貿易業務に、ね、携わっている企業は XRPIT がもたらす、ね、コストメリットに驚くだろうというふうにも、ね、発表していますので、実際そうじゃないかなというふうに思います。そして、ね、フィリピンとメキシコ間の、ね、送金はもともと実は得意じゃなかったそうですね、このマーキュリー FX。 やっぱりアクセスがこう難しい地域ですね、いわゆるその物理的なアクセスだけじゃなくてですね、その要はメジャー通貨であれば、例えばそのSWIFTとか、コルレス銀行などを、ね、経由して法定通貨の、ね、やり取りはしやすいんですけれども、いわゆるその新興国とか、そういったアクセス、そのデジタル的なアクセスが難しい地域でも X ラピッドを、ね、活用すれば開拓が、ね、可能だということで、ここも自信を見せていますね。はい、そしてここも重要ですけれども、マーキュリー FX は今後リップル社と提携してカナダ、中東など新しいマーケットへ進出していくと、すでに2カ国対応しているが、2019年中頃までに10カ国対応できるかもしれないということで、並々ならぬ自信を見せておりますけれども、本当にその今後どんどんね、キャッシュレスもそうですけれども、何よりその国際送金の、ね、こうボーダーレス、こう国境が本当になくなっておりますので、そういったところで、ね、本当にどんどん対応していく国は、ね、広がっていくと、そしてそのためにリップルチャットで提携してやっていくということですので、カナダなんか XRP すごく、ね、投資人気が高いですからね、中東も僕も動画でいくつか撮ってるんですけれども、やはり、ね、XRP に対する関心が高まっておりますからね、本当に期待したいと思います。このまとめに関して、この赤文字のところはですね、僕が個人的に、ね、重要だなと思っているところですので、はい、さあそれでは、まとめていきます。マーキュリー FX がですね、例えばですよ、SBI バーチャルカレンシーと組んで、加速度的に事業を進めるというようなこともあればですね、送金需要の高まりですとかね、投資家の関心はね集まるというふうに考えております。ですので、日本のねどの企業と提携するかはまだ明らかとなっておりませんが、ぜひね SBI さんに、北尾さんに頑張ってもらいたいなというふうに、ね、思うのは僕だけじゃないかと思います。そしてマーキュリー FX のですね、X ラピッドへの自信とですね、10カ国への、ね、対応も進められている状況で、世界的な、ね、送金に、ね、この国際送金に関するこうコスト効果も期待できますので、ここはやっぱり送金に対するですね、やっぱもうコスト削減、もう今の企業どの、ね、会社金融機関もう個人レベルでも行われていますので、ここにどん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 利便性を求めて、そして、コスト削減に求め、ね、向けて進んでいくのは、多分企業も、ね、個人も同じじゃないかなというふうに考えています。
そしてリップル社の、ね、事業展開力とマーキュリー FX 社の、ね、スピード感に、ね、今後ぜひ期待していきたいなというふうに思っていますので、まあ、このあたり、ね、リップラーとしてはしっかりと、ね、情報を掴んでいきながら、まあ、必要に応じて、ねこういった動画でお伝えしていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれでは、ね、仮想通貨や投資全般における思考法や情報が欲しい、収入額を増やすノウハウ、稼ぎ方を知りたい、ネットビジネスや、投資を、ね、本業として独立したい、そして動画配信、まあ、いわゆる動画配信、広告収入、いわゆる YouTuber になりたいという方ですね、自分の好きなことで収入を得たいという方、宝くとくと LINE アットですね、アットマーク小文字の XJQ 数字の9026小文字の A、アットマーク入れて ID 検索をしてください。はい、まあ、XRP、今、さまざまな、ね、情報が、こう流れておりますけれども、まあ、価格としてはそこまで、大きな影響というのはまだ見えていないんですけれども、まあ、そのコインベースに関してもね、今後、どんどん、細かい情報、詳しい情報が、ね、出てくると思いますので、まあ、そのあたりしっかりと、ね捉えて、情報を精査していきたいと思います。はい、それでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。